さてこれよりセミファイナルに移ります。スーパーフェザー級3回戦桜井健太藤野真也の一戦です。この試合も1ラウンド3分3ラウンド制の3ナックダウンにて行います。瀬さん、はい、桜井選手はもう本当に名勝負製造機と言っていい存在なんですけれども、はい、もう打ちつ打たれつ逆転 KO もあれば逆転 KO 負けもあるという、はい、まあ、見てる方からしたらもうこんなたまらん存在はないですね。いやプロモーターからしたら本当に5つ星の選手ですよね。5つ星、はい、しかし対しますこの藤野選手の方はもうリキックス名門リキックスの、はい、もうこれ英才教育受けてますから、はい、小学校2年生から リキックス通ってるみたいですよ。うわうわすごい。さあ第1ラウンドが始まりました。おいきなりもうキックパンチもう交錯していく。小学校2年生からリキックスに通っているというこの藤野は WMC スーパーフェザー級の2位ですね、はい、で24歳。ってことは小学校2年生ってことは16年、もうキック歴16年ってことでいいですね。大ベテランですね。大ベテランですよこれ、はい、戦績は19戦12勝5敗2分けということで勝ち越してますね。元 KO ボーイですからね。はあ、KO ボーイなんですね、はい、今は公認会計士の講師をやってるっていうね。公認会計士の講師をやりながらキックをやってる、はい、本当文武両道ですね。文武両道の藤野、まあ、しかし逆にそういう規則正しい生活がいい練習を生んでるのかもしれませんけどね。そうですね、はい、さあ対します桜井健27戦11勝13敗3分けイノベーションスーパーフェザー級の1位です。しかし3つのナックアウト勝ちがありますからね、はい、このね右を振るっていくこの姿がたまらんのですよ、はいはい、さあしかし返していく藤野はしかしまたコンビネーションいいですね。いいですね。往年のね目黒藤本ジムの、ね、何かを感じさせるものありますよね。なるほど、小野寺力会長ですからね、はい、さあリードを打っていく。しかし桜井健もローキック返していく。さあまたフックで返していった。おっとカウンター合わせて右、そしてミドルキック。さあリードついていってミドル。おしかし連打打っているのは桜井。年齢はこれもやっぱり年齢差ありますけども、はい、そのあたりまだ感じさせないですね桜井選手の動きも。ですね、まあ、リーチさんは本当に藤野の方が全然分がありますけども、このリーチ差があるからこそ逆に桜井の、ね、良さが生きるんじゃないかって気がします、ね、なるほど、はい、桜井選手今年39歳、はい、しかし相手対戦相手の藤野選手24歳ですから15歳差ありますが、おっとしかしスウェイングで蹴りをかわしました桜井。プレッシャーを小刻みに体を動かしながらプレッシャーをかけていくのが 青のグローブ藤野真也リキックス所属です。さあミドルを打っていった桜井。ボディストレートがなかなかうまいですね藤野選手ね。うまいですね。おっとしかしワンツー、おっとさあワンツー、さあいいコンビネーションですね。プレッシャーもまたいい感じで、あっ、はまってきました。第1ラウンド終了です。藤野さん、このラウンドまだ互角ですか。互角ですけども、最後の最後若干藤野がリズムに乗りかけたかなって感じはありました、ね、なるほど。ラスト10秒の拍子木が鳴ってからの攻撃っていうのはやはりこれちょっと見てる方も注目ですよね。はい、うん、やっぱり戦い方をよく知ってますよね。あ、はあ、印象点は良くなりますから。なるほど、はい、そのあたりは小野寺会長の英才教育のたまものかもしれませんが、はい、一方の赤コーナー桜井選手は次のラウンドどういう展開に持っていきたいですか。いや1ラウンド以上にやっぱり肉を切らして骨を断つ戦法に持っていくんじゃないですかね。さあそのあたりのせめぎ合いがどう転ぶか2ラウンドも注目していただきたいと思います。さあ第2ラウンドのゴングが出されました。おっといきなりリード3発を打っていったのが藤野。しかし右を振るっていく桜井。リード打ってロー打つ藤野。上手いですね。リズムをわざと変えてきたんですね。ああなるほど、なるほど、わざと変えていってんですね、はい、相手を撹乱するということですね、はい、リード3つ
ってローを打つ、リード3つってローを打つというのを先ほど2回繰り返しました。さあしかしおっと、さあさらにワンツー、おっと打っていく、勝負と見てますね。これ聞いてたんでしょ、聞いてんですかね、それともカウンターを狙ってるんですかね、桜井選手は。まあ打ち合いに持ち込んで、さらにそこで綺麗にカウンターを狙いたいんじゃないですかね。なるほど、しかしここはやや藤野に分がありますね。はい、さあリードを打っていって、そしてローを打っていったのが藤野。しかしおっとロー、桜井はただでもただでは転んでも起きないのが桜井の心情ですから。ハードワーカー、所属のハードワーカーの関係者はもうみんな口を揃えて、執念のファイターとしてはもうピカイチだと、その執念を見てほしいというふうに言ってます。まさにプロ向きです ね打ちつ打たれつがこの桜井の心情だと。しかしこのハイキックもまだスッとかわしましたからね、はい、まだ冷静さを失ってないようですね。ですね。さあ慶応ボーイで公認会計士の交渉をやっているというのがこの青コーナーの藤野慎也。その知的さで試合を制してきました、これまでも。おっと、そして縦肘を見せていくロー。藤野選手はこれ多彩さも見せてますね。ですよね。何でもできるっていうのが本当によくわかりますよね。なるほど、オールラウンダータイプということですね。はい、おっとしかしまたボディストレート。ボディストレートの後にね、前蹴りを打ったり膝蹴りを打ったりね、同じ場所をずっと攻撃できますよね。心にくいですね。はい。さあそのオールラウンダー多彩な攻撃に翻弄されつつある桜井健ですが、しかし執念の男ですからね、はい、一筋縄ではいきません。むしろ私からしたらですね、これもその24歳にこの一泡吹かせてほしいという気もややありますね、はい、うん、おっとハイキック、うまいな、よっしゃアウト、おっとワンツーさらに見せていく桜井、危ない、桜井ガードを上げ、さすがにガードを上げましたね、ガードを上げましたね、はい、おっとまたハイキック、おっとしかしこれは蹴り足を掴んで倒していったのが桜井。アッパー、ここでアッパーを出せるとまた藤野という選手もまたね、テクニシャンですね、よく相手を見てますよね、見てますね、はい、小野寺会長はどういう指示を出すんでしょうね。いや1ラウンドとも2ラウンドともまた違った出方をするんじゃないですかね、3ラウンド。なるほど、違う面を見せろと、はい、違うリズム、わざと2ラウンドとはまた別のリズムを相手にもう分からせないようなことをしてくるというような気がしますね、はい、現役時代の小野寺力選手というのもそういう選手でしたもんね、はい、さあ途中経過です。ジャッジ1名が青コーナーを指示しております。あ、2名はイーブンでしたね、はい、ちょっと意外でしたね。あ、なるほど、はい、2ラウンドはみんな藤野につけるのかなと思いました。一社が藤野につけているということで、はい、さあまあいずれにせよ3ラウンドが勝負ですね、はい、さあラストラウンド始まりました。桜井はベテランの持ち味を見せたい。39歳、逆転の男の異名を取ります。おっとしかしラッシュをかけていったのは藤野、おっと今顎を上がりましたね、はい、さあお縦肘を見せてさらにワンツー、また縦肘、おっと顎上がった、タイミングがさらに合ってきましたね、合ってきましたね。もしかしたら藤野選手もさっきのあの途中経過意外だったのかもしれませんね、はい、もう少し俺が取ってるだろうぐらいの気持ちがあったのかもしれません、はい、それはちょっと怒りが見えますね。なるほど、藤野陣あと切れましたか、切れましたか、切れましたかね。おっとしかし縦肘逆の桜井を見せていった、しかしまたワンツー、おっと肘、おっと縦肘見せたのは桜井、切れてますね、はい、まだレフリーは止めません。あとミドル、おっとしかしパンチで迎撃する、おっとしかしまたワンツー、もう確実ですね攻撃がね、はい、
しかしここ藤野選手油断は禁物ですよ、はい、おっとタイムストップ、ドクターチェックです。お藤野もドクターチェック、はい、眉間ですかね、眉間ですかね、あの桜井も縦肘を見せてましたしね、はい、おあ結構長いですね、深いですね。さあそして桜井の方も最初切ったのは桜井の方でしたよ ね、はい、さあレフェリー小白龍レフェリーより肘による有効だと認められております。再開します。さあミドル、ミドル2発打ってた、3発目4発目打っていく。ここはやっぱり藤野からしたらちょっと密着戦はごめん被りたいところですよね、はい、逆に櫻井からしたらここはもうドロドロの密着戦で、ドロドロの底なしの前に持ち込みたい、ね、持ち込みたいですね。おっとこの辺はやはりちょっと櫻井の執念でしょうか、はい、執念が身を結びそうですね、結びそうですか、はい、さあ1ラウンド2ラウンドとも布施さんのこの解説では藤野の持ち味、違う持ち味を見せてきたんですけども、はい、逆に3ラウンドは櫻井が本来の持ち味を見せてきたという、はい、流血が全てを藤野の全てを狂わしちゃったかもしれないですね。なるほど、おっとワンツー、しかしこういう経験は藤野にとっても貴重な経験ですよね、はい、それは間違いなくキャリアにはなると思います。なるほど、さあ明日はこの顔で学校行けますかね。行けませんね、明日どうなんでしょうか。おっとしかしおーワンツー、桜井のパンチが当たってる、執念ですね。うわもう藤野顔面血だるまですよ。おっとしかし藤野も貴公子の異名とも違う男を見せますね、男見せますね、今年のこの2020年有忍びを見せるか。左振るっていった、残り10秒、おっとしかし桜井ドロドロの底の足沼に、うわこのラウンドはどうかな、桜井かな、どうですか瀬さん。いやー桜井にやや3ラウンド分があったかなっていう風に見えましたけどね。見えますが、はい、しかし藤野もちゃんと冷静にワンツー打ってロー、ワンツー打ってミドルという見せてましたね、はい、まあ、どちらとも流血あったんですけども、藤野の方がやっぱ出血量多かったんで、そうですね、はい、あれは体質にもよるんですよね、血というのはね、はい、だからなかなかその一概になんとも言えませんけども、やっぱりちょっとジャッジの印象としては、はい、桜井が有利だというふうに見る人もいるかもしれない、はい、そのあたりどうなんでしょうか。ジャッジペーパーの集計に入っているところです。採点の結果を発表いたします。ジャッジ神谷29対29ドロー、おードローですか。ジャッジ北尻29対29ドロー、ジャッジ・センチャイ29対29ドロー、以上3名ともドロー、この試合は引き分けです。3社ともドローですか。2試合連続ドローになりましたよ。わ、まあ、でも妥当といえば妥当です ね、 妥当ですね、はい、しかし藤野選手のコンビネーションの良さというのも、櫻井選手の執念深さも、はい、お互いの持ち味出ましたよね。出ましたね、はい、好勝負でしたが、この試合3社とも29対29の引き分けとなっております。